それともう一つはその、成人でもやはり、食事と運動、これを改めようということで、食事の改善、それから運動の観光、これに取り組みますけれども、ほとんどが短期間で挫折しています。で、いろんな本などが出てましてね、巻くだけでダイエットできるとかそういうので簡単にできるような雰囲気を非常に与えていると思うんです。けれどもやはり食事の改善、それから運動を続けるというのはこれは相当の意思を持ってやらないかですから、そういう意味でそういう指導というかその話を聞ける人、指導ができる人、そういう人を今から神奈川県は登用したらどうでしょうか。そしてそれを将来の医療の担当するそういう資格につなげていくとか、はい、そういうことが重要ではないかなと。ありがとうございます。とっても重要なことをおっしゃると思いますね。これはアメリカでね、さっき話したんですよ。ね、未病の話をいうところで、未病で言いましたね、さっき言ったでしょ、日本食っていうのはそういう大きな力あるんですよって話をしたらば、聞かれましたよ、ドーンってアメリカ人から。今の若い日本人の食生活はそうなってますかって聞かれましたよ。鋭いですね。アメリカみたいになってませんかって。ファーストフードばかり食ってませんかって、野菜取らないでって言われちゃいましたよ。つまりね、日本食っていうのは、それだけのこの、微妙を直す大変なその知恵を持った素晴らしい文化ですよね。ところが、それが本当に継承されてるのかっていうこと、今の若い人、そんな成功してないよって言われたときに、これはいかんっていうふうにアピールしながら、ドギーンと思いましたね。こういうものをやっぱり残していかなきゃいけないということっていうのは我々のやっぱり使命、重要な仕事なのかなということをね、痛切に感じた次第でしたね。さあ、そろそろ時間もなくなってまいりました。はい、じゃあどうぞ。こんにちは、山下公園から来ました坂東と申します。今日はね、この産経新聞にやっぱり長寿国っていうのを書いてあるんですけど、これを知事に見てもらおうと思って実は作ってきたんですけども、私はね、皆さんご存知だと思うんですけど、阿部司さんって食品添加物の権威の先生がいるんですね。で、その方から食品添加物の話をしていいというお墨付きをいただいたもので、地域とかそういうところで私食品添加物のジュースね、例えばキリンとかコーラ、まあコーラは薬品が入ってるからできないんですけど、ジュースの実験をしてみせるんですよ。で、皆さんご存知だと思うんですけども、キリンなんかこういう缶がありますよね。あれにお砂糖がどのぐらい入ってるかご存知ですか。1本に 50g なんですよ。大体 50g っていうのはこの手のひらにどのぐらい、このぐらいになるぐらいのお砂糖の量なんですね。で、子供たちが自動販売機で1日それを2本3本って飲んだら、体の中に 100g、200g ってお砂糖が入るんですね。で、その他に甘いものを食べて、ジャンクフードを食べて、で、コンビニのものを食べてたら、体の中は食品添加物漬けになるんですよ。で、今の子供たちがそういうふうになってるから、さっきおっしゃってた、いくらね、心と体って体操しても何しても、まず食べるもの、添加物、そして甘いものを取らない。で、私はカリフォルニアの方にいたことがあるんですけど、あちらで荒れてる学校があったんですね。すごい荒れてる学校があって手がつけられなかったんですけども、運動場を全部ね、畑にしちゃったんですよ。それで子どもたちに野菜を作らせて、それで食べらせたら、荒れた学校が全て子どもたちがちゃんとした心を持った子どもになったっていう実験があるんですね。だから私はもちろん老人、私ももう老人ですから、これからもちろん大事なんですけど、ここに出てくる皆さんは本当に健康にも関する食にもみんな関心がある方なんですね。出てこない人の方が大事なんで、大変なんですよね。で、医療、本当に病院には申し訳ないんですけど、お金を使わない。で、そのためにはやっぱり小さい時からお母さんたちにそういう教育をしていかないとダメだと思うん
しょう。私たちもこれからは大事なんですけども、今の子どもたちにどういうそういう食生活、で私はあの神奈川県 の, あの食生活改善委員もやってますし、あの浜フードコンシェルジュもやってるんですよ。でさっきあの先生がおっしゃったように、あの神奈川県は素晴らしいその産地、地産地消があるんですね。だからそういうものを、旬のものを食べて、子どもたちにまず手作りね。でごめんなさい、話が長くなって悪いんですけど、市長さんがね、横浜市待機児童をゼロにするって今年ゼロになりましたよね、保育所とか作って。でもちろんそれはすごくいいんですけど、それはお母さんたちが働いてていかに食生活に手抜きをしてるかってことなんですよ。だからそれはいいことでもあるんだけども、いかにお母さんたちに手作りのものを子どもたちに食べさせてあげるか、そしてその食生活がいかに心も体も作っていくかということを、あのさっきどなたがおっしゃったように私たちにそういう機会を与えてほしいんですよ。その先生をね、あのその話をしていく先生方を作ってほしいっていうのを、私たち、私なんかもすごくもう何年もそういうあの勉強してるんですけど、機会がほとんど自分の口コミしかないんですよ。だからそれをあの県とか市とか挙げて、そういう学校とか幼稚園とかに話を持っていける機会を作ってほしいんですけど、いかがでしょうか。ありがとうございます、今日の放送はね、今お話があったことは 全国に流れてますからね、とてもいい機会だと思います。それとともにあの今お話になったことで、子どもたちにどういう教育をするかっていうのはすごく大事ですね。その中で神奈川県が今やっているのはですね、地産地消の給食、これをやっていこうということで、今その検討会を設けてですね、それで、栄養教諭という人たちがいるんですね。その栄養士の資格を持っていて、それでまたその管理栄養士の資格を持っている先生ですね、その人たちにこの栄養教諭という形でその給食というものとともにその指導を全部やってもらうようなその体制を整えている。給食の中からやっぱりそれを実現していくということをしなければいけないんじゃないかなと、これが一番全権的にやれることじゃないかなと思ってやっているところであります。非常に貴重なご意見ありがとうございました。さあ、もう残りわずかになりました。さあ、最後処理じゃあどうぞ。ごめんなさい。ティアラで国際総合健康専門学校という県知事の認可をいただきまして、平成10年、その時は、まあ、あの知事がお話しなされた内容そっくりそのままお返しできるぐらいのことを県当局ともいろいろやりまして、で、まあ、それはあまり不安になりますから、とりあえず知事になられる時東洋医学を取り入れるな言っておられたというか、今でも印象に残っております。で、まあ、いろいろあの当時の厚生省の厚生労働省どうもいろんなお話をしたりした経験がございます。ただ我々の分野、この分野はいわゆる科学的根拠がないということで、まあ、あのほとんどが取り上げてくれない厳しい思いをずっとしてで、今回知事がこういう形で自らお医者さんたちを前にしても堂々とお考えを述べられる、また今日ゲストでお見えになっている先生方、まあ、それだけ状況が深い方々だったと思うんですけど、いずれにしても医療の分野に携わっておられる方々、しかし現実を見た時にやはり今の教育の問題もありました。要は若いうちから健康教育をチェックして、いわゆる食の問題も今出ておりましたけれども、そういうことも含めてですね、いわゆる健康、医療にかかる前の健康ということをもっともっと真剣に取り上げて、専門学校を作るときも前例がないからダメだと担当者からは褒められ、